マーチ811は、マーチが1981年の F1、世界選手権用に開発したフォーミュラワンカー。ラムレーシングが使用し、ポイントを獲得することはできなかった。そのモデル名にもかかわらず、伝統的なレーシングカービルダーである、マーチエンジニアリングとは、関係がなかった。811は6台が製作されたが、そのうちの1台は他カテゴリーでも使用された。 マーチ811はラムレーシングの依頼によって開発された。ラムレーシングは様々なカテゴリーで1975年から活動しているイギリスのレーシングチームだった。1970年代後半にチームはその焦点をオーロラフックスフォーミュラ1シリーズに合わせて活動していた。1980年シーズンにはタイトルを獲得している。 ラムは1976年、1977年、1980年の F1 世界選手権にスポット参戦している。この時は純粋なカスタマーチームとして、ブラバム、マーチ、ウィリアムズの車両をリース、または購入しての参加だった。1980年にエミリオでビロタを用して、オーロラシリーズのタイトルを獲得した後、チームは F1 世界選手権にステップアップした。 オーロラシリーズとは異なり、チームは独自のマシンを設計する必要があった。ラムは十分なリソースを持っていなかったため、イギリス人デザイナーのロビン・ハードと手を結ぶ。ハードはマーチエンジニアリングの創設者の一人で、株式を多数保有していた。ハードとラムは1980年秋にマーチグランプリを設立するが、これはマーチエンジニアリングとは関係のない独立した組織であった。 マーチエンジニアリングは当時 F2 マシンを製造していたが、そこからの技術移転はなかった。車は最終的にハードの持つもう一つの別会社、マーチエンジンズで製作された。ハードとラムが製作した車は識別のため、マーチの名を使用し、モデルナンバーの811も最初の2桁が年度、あとの一桁は F1 を示すという。 マーチエンジニアリングの命名法に沿った名が付けられた。811は、しばしば、マーチだが、マーチではないと表現される。多くの文献で811は、後継の821同様に、従来のマーチ製 F1 の流れとは異なるものとみなされる。ラムレーシングは1981年シーズン、マーチレーシングチームとしてエントリーした。マーチ811は、実質的に、 ロータス79の影響を強く受けた、ウィリアムズ FW07 のコピーだった。811を見た人々は、マーチはウィリアムズを制作した。と語った。基本設計は頻繁に改変された。異なる哲学を持つ3人のデザイナーが入れ替わって手を加えた。当初は、ロビン・ハードが手掛け、数週間後に、ゴードン・コパック、1981年の初夏には、 エイドリアン・レーナードが担当した。811は非常に単純に設計された車と考えられ、アルミニウム製モノコックとマグネシウム製のシートパイルウォールを有していた。ハードは前後サスペンションにインナートーションバーを採用し、エンジンは自然吸気のコスワー 3FV、ギアボックスは5速のヒューランド F がを搭載した。ブレーキは AP 製、タイヤはシーズン前半に、 ミシュラン、フランス以降は、エーボンを使用した。エーボンタイヤは811のパフォーマンスを向上させたと考えられた。パトリック・ヘッドが手掛けたウィリアムズとは異なり、811は、軽量で安価なプラスチックを使用。最初に製作された3台の重量は 632kg と、最小許容重量を超えていた。コパックは軽量化を図り、薄いアルミニウム板を採用した。 イギリスグランプリでデビューした RM06 は5 8 0ラムまで軽量化を達成した。ラムレーシングのチームマネージャー、ジョン・マクドナルドは811に失望した。私はマーチグランプリがコピーしたウィリアムズを見て、それを表してはいないことを知っていた。コピーは決してオリジナルより良いはずがない。ハードは811が典型的なマーチのやり方で制作された。 コーナーや橋をカットし、ウィリアムズが使ったのとは異なる材料を使って、と語った。マーチ811は不十分な設計ばかりでなく、製造も不用意に行われた。ブラジルグランプリではサスペンションの部品が走行中に外れ、マクドナルドはプレスに対して、この車はクソの山だ。これは公式コメントだ。と語っている。 マーチは1981年1月から6月までに6台の811を製造した。1981年シーズン811はマーチグランプリが使用したがチームは実質的にラムレーシングだった。チームはギーネスがサポートし車体は黒地に白地のロゴが描かれた。チームは2大体制でシーズンに臨んだ。ファーストドライバーにはチリジンドライバーで ルーキーのエリセオ・サラザールが起用された。ロビン・クックとジョン・マクドナルドは、セカンドドライバーに手を歯火を希望したが、結局はデレック・デイリーが起用された。マクドナルドは後に、この選択を後悔したと公表した。チームは、南アフリカグランプリでデビューしたが、このレースは、ノンタイトル戦であった。政治的な理由で、フォーチャー系チームのみが参加し、フェラーリ、 アルファロメオ、オゼッタ、ルノーは参加しなかった。18人で争われたレースで、デイリーは11位に入る。サラザールは18周目にギアボックストラブルでリタイアした。5週間後に世界選手権はアメリカ西グランプリで開幕した。サラザールは前半6戦に参加し、予選通過は第4戦3割ののみであった。このレースも38周後にエンジントラブルで、 リタイアしている。その後のタイトル戦2戦に参加した後、サラザールはチームを離脱し、個人スポンサーと共にエンサインに移籍した。サラザールの離脱後、セカンドドライバーは起用されず、チームは一大体制で参戦を続けた。デイリーは1981年シーズン前戦を、ラムから出走した。開幕から RM02、RM01、RM05 を2戦ずつ使用したが、 いずれも予選落ちした。スペイン GP から RM04 を使用し、ここで初めて決勝進出する。スペインで16位、フランスではリタイアし、続くイギリスから RM06 を使用する。この RM06 はエイドリアン・レーナードの手によって改良が施された新型シャシーでタイヤは A ボンを装着した。新しいシャシーを得たデイリーは6000連続で予選を通過した。 彼の予選最高位はイギリスでの17位で、決勝は7位とこのシーズンでの最高位を記録した。しかしながら、811は依然として信頼性が低かった。デイリーは4戦でリタイアしたが、いずれも技術的トラブルによるものであった。コリン・ベネット・レーシングは RM05 を購入し、イタリア人ドライバーのバルム・セッティを起用。 1982年のイギリス F1 選手権に参戦した。このシリーズはイギリス国内の5つのサーキットで開催され、この年は7つのチームから10名のドライバーが参加した。無設定はシーズンの前半3戦に参加した。開幕のオールトンパークではリタイア、第2戦のブランズハッチでは3位となり、第3戦のスラックストンでは2位に入る。残る2戦には参加せず、 無設定はランキング7位となった。1982年の夏にコリン・ベネットはイギリス F1 選手権を撤退し、カナディアン・アメリカンチャレンジカップに参戦する。キャン・アムでは前後ホイールを覆うカウルが装着され、リアウィングも大型化された。コリン・ベネット・レーシングは1982年夏の2戦に参加した。チームはバルム設定に RM05。 アーノルド・グラスに RM06 をドライブさせた。デビューは第4戦のエルカハート・レイクで、無設定は予選9位でスタートしたが、9周目にミッショントラブルのためリタイヤした。グラスは予選28位からスタートし、17位でレースを終えた。次戦のカナダ、トロワリビエールでグラスは予選落ちし、無設定は予選12位、決勝割りタイヤした。 トロワリビエールでのレース後コリン・ベネットはカナダのゴードン・ライトフット・レーシングに RM05 を売却した。チームはジョン・グラハムを起用し終盤4戦に参加した。グラハムは前戦で完走し最高位は最終戦ラグナセカでの8位だった。ありがとうございます。